クロイソス、クロイソス、ギリシャ語、ラテン語、紀元前595年、紀元前547年頃、頃は、ルディア王国の最後の王、在位期間、紀元前560年、561年、紀元前547年頃である。最後はペルシアに敗北した。クロイソスは、その莫大な富で知られており、ヘロドトスやパウサニアスは、デルポイにあった。 クロイソスの奉納品について書いている。ギリシャ語とペルシア語では、クロイソスの名前は、止めるものと同義語になった。そこから現代ヨーロッパ系の言語ではクロイソスは、大金持ちの代名詞であり、英語では、大金持ちの形容として、リッチアズ・クロイソス、または、リッチャーザン・クロイソスという慣用具がある。また、最初の公認通貨体系と、貨幣制度を、 発明したのはクロイソスだと言われることが騒。J.A.S. エバンズは5世紀にはクロイソスは年代記の範囲の外にある神話の人物になっていたと述べている。クロイソスに関する古典の文献はバッキュリデースと焚木の山の上のクロイソスの死を除いて三つある。ヘロドトスの歴史にあるクロイソスの話はリュディア人の伝承に基づいたものだという。 ソロンとの会話、1.29から33、息子、アチュスの悲劇、1.34から45、クロイソスの没落、1.85から89などが書かれている。クセノポンのキュロスの教育7.1では、クロイソスが例として惹かれている。クテシアスの失われた本、ホテオスによって、 わずかの要約が残っているの中の大キュロスへの惨事の中にもクロイソスについての言及がある。ヘロドトスによると、クロイソスは紀元前595年頃に、リュディア王、アリュアッテスの子として生まれた。アリュアッテスの死後、リュディア王となったクロイソスは、イオニアのギリシア人としよと征服し、リュディアに併合した。ギリシアの賢人たちがクロイソスを訪問したのは、この頃のことである。 ソロンも、その一人で、クロイソスが金持ちの自分が、世界一の幸福な人間だというと、ソロンは、金より、大事なものがあるし、死ぬまで今の幸福が続くとは限らないと否定したと、言う。ソロンの言うように、以後、クロイソスを次々に不運が襲う。ミュシアのオリンポス山、ゲンウルダーでのイノシシ狩りの最中、アドラストシタの放った槍が的を外れて、婚礼を間近に控えていた。 クロイソスの息子、アチュスを刺し殺してしまった。クロイソスは2年間その悲しみに沈んでいたが、今度は、ペルシアのキュロス二世との戦争が待っていた。クロイソスは、戦いの前に、デルポイやアンピアラオスの信託書に伺いを立てた。満足な信託がなかなか得られない中で、デルポイの信託は、曖昧な言い方だったが、もし、ペルシアと戦えば、帝国は滅びるだろうと言い、 クロイソスはその帝国をペルシアのことだと解釈しんだ。なお、この時の信託はデルポイの名高い信託の一つとされている、を参照。クロイソスはデルポイに呼び正しい高価な奉納品を捧げ、どこを味方にすればいいかの信託を交うた。答えはギリシアの中で最強の国だった。クロイソスはさらに奉納品を捧げ、自分の王権は永続できるかの三度目の信託を、 コータ。その答えは、アテナイがキリシア最強の国であることを示していたのが、クロイソスは、それがわからず、スパルタをキリシア最強の国と信じ、同盟を組んだ。そして、紀元前547年、デュディアイコール、スパルタ連合軍は、アナトリア半島中央部のハリウス川、ゲンクズルルマ川に進軍した。クロイソスはさらに、エジプト第26王朝の、 新バビロニアのナボニドスにも応援を求めた。プテリアで矛を交えた後に、冬の戦いを避け、一旦軍を解散させたところ、キュロスが、ルディアの首都、サルディス、を攻め、サルディスは陥落、クロイソスは、捕虜となった。巨大な火葬用の焚き木の山が積まれ、クロイソスは、家族ともどもその上に登らされ、焚き木に火がつけられた。この時、クロイソスは、 以前ソロンに言われたことを思い出した。それから、クロイソスは泣きながら、アポローンの名を唱え、祈願した。すると、晴れ渡っていた雲が凝集し、突然激しい雨が降り出し、焚き木の火を消した、とヘロドトスは書いているが、白草王ヒエロン一世の紀元前468年のオリンピアでの戦車競争優勝を祝って作られたバッキリデースの昇華では、クロイソスが火に包まれる直前、 アポローンによってヒュペルボレオスの地に連れ去られたことになっている。このような天末で幸運にもキュロスによってクロイソスは除名された。ヘロドトスの話に戻ると、クロイソスは自分の都市が略奪されているのを見ても動じなかった。不思議に思って大キュロスが理由を尋ねると、あれは自分の財産ではないとクロイソスは答え、さらに奪ったものの一。 銃はゼウスに備えるといいと進言したという。こうして、神託通り、リュディア、帝国は滅んだ。クロイソスがいつ死んだかはわからない。伝統的には、大キュロス征服後の紀元前547年と言われている。ナボニグス年代記、には、大キュロスがその国に進軍し、その王を滅ぼしたとある。残念ながらその国を示す、設計文字は、 最初の一文字の痕跡が残っているだけだが、その文字は伝統的にルと推測され、国はルディア、王はクロイソスのことだと考えられてきた。しかし、J. カーギルはこれは本当にルと書いてある痕跡があったわけではなく、そうあってほしいという希望的観測に基づいた復元だと指摘する。J. ルスナーと R. ローリンガーは、共に文字は、であって、ウラルトゥ、アッカドゴ、 ドトを指していると解釈した。j a s エバンズが示した通り、ヘロドトスの歴史が年代的に進んできないのと同様、このことはサルディスの陥落がいつであったかを知る手立てがないことを意味する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。